など、杉尾さん、はい、杉尾秀明君立憲民主社民の杉尾でございます私は新型コロナ問題について伺います大海、えー、会長政府分科会お越しいただきましてありがとうございます早速伺います今も話ありましたけれども昨日の東京都の新規感染者3177人 おとといを上回って過去最多を更新、そして全国でも9583人、こちらも過去最多ということで、感染爆発が首都圏から全国に拡大しつつあると、こういうふうに思います。そこで尾身会長に伺いますけれども、尾身会長、今月20日のテレビ番組で、8月第1週には、1日の感染者が3000人近くまで増加するとおっしゃいましたけれども、ただ、現実の方はそれをはるかに上回るペースで感染が拡大しています。 事態の深刻さをどういうふうに認識してらっしゃいますでしょうか独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾見茂君、尾君、えー、私は今、大変な危機感を感じております、えー。それはなぜかと言いますと、実は今、この感染をです、ね、下げる要素というのがあ,のあまりありません。 ワクチンの効果はもちろんありますしかしまだあの高齢者より若い年代層のワクチンが、まあ、これからということがそれ以外にあまり感染を下げる要素がないところが上げる要素というのはたくさんありまして1つはもうすで既に一般の市民がコロナ慣れしているということ、まあ、疲れているということですね。 それからまあデルタ株の感染力が強くなっていること、それから今、夏休み、お盆ということである、さらにオリンピックということでありまして、私は今の最大の危機は、社会一般の中で危機感が共有されてないことだと思います。でこのまま危機感が共有されなければ、ですねこの感染の状況はさらにまあ拡大します。 いずれは相番ですね、えー、医療の逼迫が今よりもさらに深刻になるということで、今は社会全体が危機感をみんなで共有するすべき時期だと思っております君ありがとうございます、えー。感染拡大の要因の一つに、オリンピックも入っていると、こういう答弁でございましたけれども。 今あ,のありましたけれども、さらにです、ね、感染拡大が続く可能性がある、そこでこれからの見通しなんですが、資料をお配りしました、今月21日に厚生省のアドバイザリーボードに提出された京都大学西浦教授のです、ね、試算でございます。1.3倍のペースで増えると、8月21日には5000万人を超える、ところが今の増加スピードは1.4倍から1.5倍近くございます。このののままだと来月中には1万人を超えるそして昨日のアドドバイザリーボーボ 資料を先ほど見ましたら、1.7倍だと2.8万人とこういうふうなですね資産もございます、非常にショッキングな予測なんですけれども、大見会長の見解、いかがでしょうか小見石原君あの。このようなあの西浦教授のものもそうですけど、シミュレーションというのはもちろん、いろんな前提を置いてまして、今回も今週、選手が。 1.11.31.5それぞれになった場合にはどうなるかということでまあ当然そういうことを計算すればそうなるわけでまあこれは一つの参考として我々は参考にすればいいと思いますがここでポイントなのは全体の傾向としてはあの数が実際にいくらかということを正確に予想することは誰もできませんがこのまま放っておけばですね感染がさらに拡大する傾向は間違いないということが 私は大事だと思いますので、まあ、先ほど言ったようなことが必要になると思います。はい、それから、医療逼迫が起きつつあると、昨日答弁されました、先ほどもそういう趣旨のお話しされましたけれども、すでにその昨日のアドバイザーリーボードでも、一般医療に影響が出ている、このままでは助かる命も助からなくなる可能性があると、こういうふうな指摘もございました。近江会長どういうふうにお考えでしょうか 尾身理事長あの昨日も申し上げましたように、あの医療の逼迫というものを一つの指標だけで判断するのは、私は全体像を見余ると思います。で、その上で申し上げますと、重症者の数も少しずつ増えています、それから入院の数も増えています。 それから、いわゆるまあ呼吸困難を伴う、伴って、高濃度の酸素の療法が必要な人も増えてます。それから、入院調整をせざるをえない人たちが増えてます。それから、宿泊療養している人も増えてます。それから、自宅療養している人は急増しています。こうした指標をですね、単に1つの指標だけを見て判断するのではなくて、 多角的に見ると、これは医療の逼迫というのが始まって、実際に救急の外来、救急車のた,、ま、たらい回しというようなことが現象がもうすでに起きているので、これは何とかしなくてはいけないと思います重、はい、田君。としますと、今年の春のです、ね、感染の第4波。 大阪を中心として、まあ、事実上の医療崩壊に近い状態だったわけですけれども、それに近い状態が東京、首都圏、起きる可能性があると、こういうことですか尾身理事長。これはいろんなマスコミでも言われていることだと思いますけど、人流接触の機会は確かに徐々に下がってますけど、まあ、これはあの期待されるほどのスピードでないので。 このまま接触の機会が増えると、ことが続くとですね、えー、大阪の、先般の大阪のような、まあ、自宅療養している人の中で重症化がき、亡くなる人も出てき、当時出てきたわけですよね、そういうことも、これは当然想定して、今から対策を打つ必要があると思います杉尾秀哉君、きのうのです、ね、答弁でもおっしゃいました、尾身会長が。 危機感の共有が大事なんだと、そしてつい先ほども同じことをおっしゃいました危機感の共有が大事だ。総理はですね、一昨日の会見で人流が減っていると、まあ、その中止はないんだとオリンピックはですねというようなことをですね答弁されてますけれども、総理の言葉からですねとですねどうもそういうふうに思われない。尾身会長は総理自身に危機感が足りないとこういうふうにお考えでしょうかいかがでしょうか。尾身理事長。 私はもう政府の方も危機感はあの当然、共有していると思います、それは毎日、私は、まあ、後ろにおられる西村大臣とですね、もうほぼ毎日、場合によって1日に2回話すこともありまして、共有されていると思います、でさらにあのやって、私の希望ですけれども、 あのリスクコミュニケーションというのは日本の場合はこれは政府だけじゃなくて日本社会がリスクコミュニケーションというものに対してあまり成熟していないと思いますこれは誰のせいという日本の社会が従ってこれ今私はまさに今までのこの1年半のコロナとの対応の中で最も厳しい状況に今いると思いますしたがって政府におかれましても今まで以上にしっかりとしたメッセージ 国民に、まあ、あの正しい情報をしっかりと伝えていくリスクコミュニケーションの面で、あの今まで以上にあのより良いメッセージの出し方をしていただければと思います、はい、杉尾秀哉君、尾身会長のです、ね、政府分科会のメンバーでもあって、内閣官房参与の岡部さんがです、ね、4日前のテレビ番組で、 東京都で入院すべき人が入院できないようになったら、五輪の中止も考えるべきだと、こういうふうにおっしゃいました、尾身会長も同じような考えなのか、また、その先ほど菅総理のです、ね、危機感の話ありましたけれども、パラリンピックはできれば有観客でと、こういうようなことまでおっしゃってるんですけれども、本当に有観客でできるような状況なんでしょうか、いかがでしょうか。尾身理事長 まあ、あのパラリンピックのことも含めて、オリンピック全体のことを申し上げますと、これはもう事実として、オリンピック・パラリンピックに関しては、さまざまな社会の中で意見があったことは事実でございますよね、そういう中で、私はその、そういう中で、政府あるいは組織委員会は、オリンピックをやると決定したわけですから。 これについては、政府オリンピック委員会は、オリンピックのこの期間中に、何とかして感染拡大、医療逼迫を防ぐために、すべきことはすべて全力でやってもらうことが、私は政府組織委員会の当然の責任だと思います。そうした中、今、私が申し上げましたように、現在の最大の危機はですね、 その危機感が共社会全体に共有されてないということでありますので、ここはですね今、3000ということを超えて、少し一般の市民の情報効果が出る可能性があるので、この時期を私は逃さないで、今まで以上に明確なしっかりした強いメッセージを出していただければと思います、はい。 ありがとうございます今の時期を逃すなど、こういうアドバイスでございますけれども、そこで西原大臣に伺います。本来ならばです、ね、緊急事態宣言を出したのが7月の12日です、通常だったら2週間ぐらいで効果が出始めるんですけど、全く逆です。しかも、先ほどですね、発熱相談センター、東京都、火、まあ、水も含めてです、ね、全く減ってないです、3000件ずっと超えてます、政府の対策に効果が出てません。 あの効果、あの最大限の効果がある対策をと尾身会長おっしゃいましたけれども、ここまでの対策が失敗だったと認めた方がいいんじゃないですか、総理が言うように、人流が減っているから、じゃあなんで感染が減らないんですか、どうなんですか西村国務大臣えっと。この数日、あの東京で2 0 0千3000という大きな数字、全国でも感染が大きくなっておりますが、これ、あの私ども報告が、 受けているこの今の数字は、ですね今から10日前、2週間前の姿、そのときに活発に活動した、つまり6月以降、人流が増えた、そしてちょうど2週間前に活発に活動した結果が、その後発症し、検査を受け、報告され、一昨日昨日というふうに出ているわけでありますので、まさにあの緊急事態宣言を発出した頃の人流が増えている、その結果であります。あの何もそれであの 何か言い訳をしようというわけではありませんけれども、7月の20日以降の数字で見れば、今、尾身会長もご指摘ありましたように、人流は足元、首都圏減っておりますので、東京を中心にです、ね、減っておりますので、えーまあ、しかしその減りが、過去に比べれば緩やかであること、そしてデル,タデルタ株という極めて強い感染力のある変異株が出ておりますので、そういう意味で強い危機感を持っております、まさに医療をしっかり守らなきゃいけないと。 いうことで東京都ともまあ厚労省中心連携しながら病床の確保そして一人一人の自宅療養の方のケア含めてですね対応を強化しているとこういうことでございます、はい、次は秀夫君人流減ってませんよ観光地見てくださいものすごい人ですよカーリーザーとか私の地元ですけれども感染がですねこれから地方に拡大していきますえそして神奈川千葉埼玉首都圏の三県それから大阪 緊急事態宣言の発出、求めておりますけれども、方針、聞かせてください西村国務大臣あの。ご指摘のように、あの都心部はあの20日以降、減少傾向が見られるんですけども、まあ、緩やかではありますが、減少傾向見られます。たただ夏休休みにに入ったこともあり特に4連休は近郊はの 観光観光スポットやあるいは買い物のスポットに人流が増えておりますのでこの辺りの状況をですねできる限り県をまたぐ移動を控えていただくあるいはどうしても必要な場合は検査をしていただくこういったことを含めてさらに都道府県知事と連携をして対応していきたいというふうに考えておりますあの本日にも首都圏3県あの知事場合の手を要請に来られると緊急事態宣言の要請に来られるということありますし大阪の状況もかなり厳しくなってきておりますえそれぞれの都道府県とこうした状況を共有しですね 感染者数の報告者数も大事でありますけれども、病床の状況、特に重症者は減っておりますけれども、40代、50代の入院が増えている、このまさに今、尾身先生が言われたような自宅療養も含めて、一般病床の状況を、これをしっかりと分析をして、要請があればですね速やかに検討していきたい、専門家のご意見をしっかりと聞いて、機動的に対応していきたいというふうに考杉尾秀哉君、重症者、今減っているとおっしゃいましたけど、減ってませんよ。 増えてまますすすよ少しずつですけど違いますそして先ほど尾身会長が、これまでよりもより強い対策、今ここを逃すべきではないと、こういうふうにおっしゃってますけど、何かあるんですか、もう打つ手がないんじゃないですか。西村国務大臣 あの少し言葉だらずだったところを補わさせていただきますと、ワクチンの効果もあって、高齢者の感染、あるいは重症者数は低く抑えられてきています、ただ、全体のこれだけの感染者の数が出ておりますので、40代、50代を含めて入院者が増え、その中から一定数は重症化される方がおられますので、ご指摘のように、重症者数もまあじわじわと増えてきている、そういう認識をしっかり持っておりますし、都道府県と連携をしております。あの 今、尾身会長からありましたように、都道府県と知事とも連携をしながらです、ねえー、危機感を共有していただけるメッセージ、そして対策、これは、えー、これまで行ってきている対策、都道府県で努力をされていますが、飲食店の皆さんにもご協力いただけるように、早期、えー、協力金の支給の仕組み、えー、これ、今週にももう支給が始まると思います、えー、こうしたことを積極的に取り組んでいくことによって、協力をいただきながら、えー、他方、 協力いただけないお店との不公平感もありますので、しっかりと都道府県で人員を強化し、これ、国で事務費も手当てをしておりますので、人件費も手当をしながら、呼びかけ、行って、できる限り協力をいただいて、夜の人流を抑えていくこと、このことに全力を挙げたいと思いますし、さらに検査を。 拡充していくこと、熱中症か風邪か、えー、あるいはコロナか分からない方が増えておりますので、えー、簡易に検査できる抗原検査の切ったの活用も含めです、ね、検査をさらに充実させていきたいというふうに考えております、はい、これまでと変わってませんね、そして今、飲食店対策を言いましたけれども、資料をです、ね、お配りしました、日経新聞が都内の飲食店を調べたり、昨日も出てましたけれども、半数以上の店が時短営業に応じてないんですよ。 やっぱりこれ、西村大臣が金融機関、それから酒の販売店、交流を通じてですね圧力をかけようとした問題というのは非常に大きいと思います。一言で言って政府が信用できない、やってられないということなんですよ、もう生き死にの問題ですから、思いが強すぎたとか、何度も弁解されてましたけれども、そういうことはですが、ね、駄目だと思います。どどうううやってて飲食店の皆さんんんにこれ以上協力してもらでですかどうなんですかかな西村国務大臣 飲食店の皆様からは、ですね要請に応じていただけない理由、もちろん長引く時短要請がこれだけもう長い期間に及んでますので、さまざまなあの考えを持っておられる方、思いを持っておられると思いますが。 1>, 1つには国のからの協力金の支給が遅いということ、あるいは雇用を守るというお話もいただいております、あるいはお客,からお客さんから要望されるということも伺っております、早期支給の支給につきましては、先ほど申し上げましたように、今週にももう支給を始めるということで対応して、都道府県の対応を我々後押しながら進めております。ままたあの雇用調整助成金も延長しておりますので パートアルバイトの方も含めて、シフトゲームも含めて、ひと月33万円まで国が100%支援をする仕組みがありますので、ぜひこれをご活用いただいて、ものを守っていただければというふうに思います。いずれにしましまてもやはり 守っていただけない店と守っている店とのこの不公平感ございます、法律の強制力も緩やかなものにとどまっておるわけでありまして、これはご協力いただいて、法改正はできたわけでありますが、なんとか要請に応じていただけるよう、ですね粘り強く寄り添いながら対応していきたいと思いますし、ただ、都道府県において、要請に応じていない店には、何度も丁寧に文書でも要請をしながら、場合によっては命令。 えー、過量というこの法律に則っ,った措置を取っていくということでございます、はい、杉尾秀明君粘り強く寄り添いながら 言葉とと違うと思います実態が、そしてこれまでと対策変わっていません、あともう一つ、ワクチンのですね今、徳志委員からも話ありましたけれども、ちょっと地元で具体的に聞いてまいりましたんで、これだけですねちょっと河野大臣に伺いたいんですけど、資料としてお配りしました、これ、長野県のですね人口10万人規模の市です、A 市というふうに申し上げたいと思います、聞き取りをしました、11から14クールですね、これからのワクチン供給計画、これ、県から示されたものです。初めて7月15日に こういううい想定を示されたそうです初めてです、おおむね1クールで,です、ね、9箱、これ、要求の2分の1です、15から18クール、11月、10月ですね、おおむね1クール4箱で、要求のこれは4分の1です、これ、長野県にもです、ね、この文書を発出した、聞いたんですけれども、国から確たる見通しが示されない中で、河野大臣の記者会見等々の発言、それからさまざまな情報をもとにです、ね、この表を作ったんだそうです、長野県で。 地方はそれだけ苦労してるんですけど、とにかくですね、ころころころこ方針が変わるので、職員が混乱していると、残業に次ぐ残業で大変だと、私も、ね、VRS の,の現場とか見せてもらいましたけれども。 本当に人を増やしてるんですけど、とても間に合わない、安定的なワクチン確保のスケジュールと量を早く示してほしい、なんとかならないかと言ってんですね、アバウトな言い方じゃなく、何月までに何箱みたいな言い方じゃなく、具体的な数字で示してほしい、でしかもこの件のですね、文書のこの通りであればですね、 とてもとても年内にはです、ね、全員の接種終わりません、越年しますとこういうふうに言ってます、で現実問題、高齢者の接種もです、ね、7月で終了しません、高齢者の2回接種、今日資料というか、あのホームページも見ましたけれども、70%、こういうふうになっておりますけれども、河野大臣、これ、これ自治体用のことをです、ね、現場を考えてです、ね、もっと具体的なスケジュール出していただけませんか、早めに見通し出していただけませんか、いかがでしょうか河野国務大臣。 あの長野県は、安倍知事をはじめあの、長野県とコミュニケーションが取れております。長野県は県が主導して、えー、県内の自治体の調整をしっかりやって、11月までには接種が終わるとおっしゃっております。あのお示しをいたしました、この想定は、えー、かなり以前の想定に基づいて作られている表だというふうに思っております。あの現時点では 8月の数量はお示しをしているところでございますそれに基づいて長野県が調整枠加えて自治体に数量を出していただいております9月のサンクールにつきましては9月のサンクールを持って 12歳以上人口の8割の方が2回接種をするのに十分な量のワクチンをお出しをする、それを都道府県にお渡しをしますので、都道府県がそれを自治体に調整をしながらお渡しをしていただけるということになっておりますので、長野県を含め、10月から11月にかけて、国民の皆様、希望する国民の皆様のワクチン接種が終わる、そういう見通しでございます。はい杉 はい、時間が来ましたけれども、地方のです、ね、現場の認識と全然違うということを申し上げます。両副大臣、申し訳ございません、来ていただきましたけれども、あの時間がなくなってしま,ここまいました。